はい、今日紹介するおもちゃはこちらレゴルイージですね。日本先行発売、7月10日の発売になってますね。その他にもジュゲムのふわふわチャレンジだったり、はい、クッパの飛行戦艦など、まあ、この3セットがね、7月10日日本先行販売ってことなんですけど、はい、今回はねレゴルイージ、はい、こちら一番最初に組み立ててご紹介させていただきます。箱の感じなんですけど、レゴマリオのスターターセットとね、まあほぼ同じような似たような作りになってますね。はい、カッターでこういう風にね切れ目を入れて開けるだけですね。箱の中身がこのような感じになってて、部品の袋はね全部で6番まで番号がありました。袋の数いくつか数えていきましょう。これで2つ目、3つ、4つ、5つ、6つ、番号は6個までなんですけど、部品の袋は7つあるみたいですね。はい、そして説明書にはね番号が6番までって言いましたけど、一応ね7番の袋もあるんですけど、はい、こちらはね連結用に使うパーツっていうことなので、まあ組み立て要素っていうのはそんなにないっていう感じなので、はい、もう事実上6番までって感じになってまして、はい、レゴルイージ、これ開封して早速組み立てていきましょう。はい、まず1番の袋開封していきましょう。どんな感じになってるのかな。はい、ルイージのボディが出てきました。はい、続いてこちら、はい、ちなみに別売りの単4電池が必要になってきます。別売りなのでご注意くださいね。はい、出てきましたレゴルイージ、早速電池を、ね、入れていきましょう。はい、しっかりドライバーでね締めてあげて、ちなみにドライバーも別売りになってますね。はい、そしてね肝心な耳を忘れてましたね。そして電源をねつけていきましょう。ひっくり返して電源オン。お、来ましたね。別売りのマリオのアバターもそのままねしっかり使うことができますね。タヌキルイージ 3D ワールドのキャラクターですね。はい、その他にもねマリオのアバターファイヤーですね。はい、そっくりそのまま使うことができますね。おっと、ちょっと帽子が違うぞ。ファイヤールイージの完成ですね。続き組み立てていきましょう。袋の方は、はい、スタートとゴールですね、顔くっつけていって、はい、上にバーコード、骨クリボ、はい、まもなく完成ですね。はい、ちょっと踏んでいきましょうか、ルイジで。スターターセットのドカンと、まあ、同じと思われるものですね。ドカン、マリオシリーズ集めていくとね、このスタートがね結構溜まっていくんですよね。はい、まもなく完成です。一緒にもうゴールも作っちゃいましょう。はい、バーコード貼ってもう完成ですよ。はい、軟質素材の棒をくっつけて、はい、プリントパーツの旗に、これで完成ですね。はい、アップデート中に3番の袋組み立てていきましょう。待望のピンクヨッシーとか他のギミックも組み立てていきます。旗のブロックもいろんな商品に付属してるっていうことなので、ちょっと珍しさとかはないので、はい、スキップしようかなとは思ったんですけど、初めて見る方もいると思うんでね、まあ、スキップせずに組み立てました。マリオさん、はい、組んでください。まだルイージさんアップデート中ってことなので、はい、読み込ませました。はい、次なんだろうこのギミック。ちなみにこれパーツ数がね少ないから今喋りながら組み立てれるんですけど、飛行戦艦、クッパの飛行戦艦に関してはもう1000ピース超えてるってことなので、ちょっとどうしようかなって迷ってますね。はい、なんだろうこれ、これで合ってるのかな。はい、ちょっと遊んでいきましょう。なんだろうこの装置、まだわからない、まだ作ってる途中だから。はい、組み立てていきますね、続きを。はい、ピンクヨッシーね組み立てていきます。ピンクヨッシーご存知の方いますか。ちょっと僕はすみませんわからないんですね。スーパーファミコンのマリオワールドはねやったことあるんですけど、そこにいろんなヨッシーがいたんですけど、ピンクはねその時いなかったっていうことなので、ね、他のゲームだと思うんですけど、ちょっと気、ヨッシーにはねバーコードもしっかりついてますので、はい、バーコードを踏んであげると、はい、このような感じでコインをもらえてピンクヨッシーが胸に表示されますね。かわいい。はい、4番造形セットですね。特にまあすごいかなっていう要素はないので、もう早送りして組み立てていきます。4番の袋出来上がりました。ちょっと遊んでいきましょう。
一応ねルイージ 3D ワールドっていうゲームではジャンプ力がねすごい高い、もう高すぎるっていうキャラクターでしたね。はい、だからここもすんなりと飛び乗ることができますって感じでしょうか。黒、はい、ちなみに6プラスっていうことなんですけど、テクニックパーツが出てきて組み立て難易度ね若干ちょっと上がったのかもしれません。ただ一般のレゴをね組み立てたことがある方にはあまり問題がないレベルって感じですね。はい、娘も大喜び、すごそうなギミック、ちょっと遊んでいきましょう。はい、ブンブンさんがいないので骨クリボーさん、あなたで代用させていただきます。はい、ルイジとマリオ2人乗せて、あ、これはすごい気持ちいい。これでほい落として遊ぶのかな。はい、あとねギミック系のものが、ね、何個かあったっていうことなので、後で組み立てて遊んでいきたいなと思います。うわ、これはすごいな。最後、ブンブンさん、あなた最後だったんですね。ゲームのようにブンブンってできますね、これ。見て、サボって。連結に使う感じですね。はい、完成しました。付属内容は全てでこういう感じになってますね。はい、レゴルイージと造形セット、はい、連結パーツ類、あとブンブンですね。そしてまずアプリに登録していきましょう。はい、ルイージ電源オンしていきます。はい、そして早速ねもうアプリを立ち上げてきました。あとはね接続するだけですね。はい、ここを押してあげて Bluetooth オンにしてあげて、はい、押す。ルイージの後ろの Bluetooth ボタン、ここですね。はい、押してあげるだけすると、はい、出てくるのでこういう感じですね。ただねちょっとね不都合が結構多いので何度か再接続が必要かもしれません。はい、これで遊べるようになりました。遊んでいきましょう。もうこの画面の状態でスタートすると、はい、こんな感じでねカウントしてくれるってことですね。はい、早速ゴールしちゃいましょう。どんな感じかっていうのをねお見せするだけですね。まずは、はい、しっかりとねほらこんな感じでコイン何枚どこで取ったかっていうのがしっかりとアプリに出ますね。はい、まずルイージなんですけど、はい、大きさから見ていきましょうか。マリオと比較するとやっぱり若干なんですかね、わずかに、はい、背が高いって感じになってますね。はい、横幅がこのような感じで、まあ、ほぼ同じになってますね。はい、規格そのものがね、まあ、ほぼ同じっていう感じで、背丈が若干ルイージが高いぐらいの差しかないって感じですね。あと、まあ、ヒゲは、ゲーム通り、マリオとルイージ違いますよねっていう感じですね。はい、ルイージ、非常にいいキャラクター。ジャンプしてみましょう。ゲームじゃね、もうジャンプ力ね、もう高すぎる。もう高すぎて迷惑っていうキャラだったんですけど、はい、ジャンプ力を生かしてね、結構ね、楽しい遊びができるっていうキャラクターではありましたね。はい、まずピンクヨッシー。はい、バーコードがついてますね。2020年に発売された、デフォルトのヨッシー、緑のヨッシーと、まあ、作りがちょっと似てますね。まあ、根本的に同じなのかなっていう感じで、はい、踏むと胸にピンクヨッシーが出てくれますね。かわいいですよね。はい、目もプリントだし、なかなかいい感じ。はい、スタート土管。レゴマリオスターターセットについてたものと、まあ、同じ感じになってますね。はい、ゴールラインっていう感じですね。ブンブン。はい、ボールジョイントっていうことなのでね、はい、もうゲームの再現度よりこう近づいてくれたかなっていう感じですね。しっかり両腕動いてくれるっていう感じになってますね。ブンブン、甲羅もいい感じだし、まあ、ちょっとカクカクしてるんですけどレゴっぽくてこれはいいんじゃないでしょうか。はい、そして骨クリボー、僕ちなみにこれ持ってなかったですね。はい、踏んでいきましょう。はい、その他にもこういう装置があって、はい、手に持って動かして遊んであげるっていう感じですね。お、ちょっとコイン溜まってるのかな。
うん、楽しい、気持ちいい。はい、あと回転装置、これを連結させたり好きなようにして遊ぶっていう感じで、はい、他にもねこういったものが付属してますね。はい、造形セットだったり、はい、このようなものが付属してます。そして今回この商品の一番のギミックっていうのが、はい、こちらになってますね。これ結構すごいですよね。はい、先ほどのパーツありましたよね、回転装置。はい、これをつけてあげて、はい、こういう感じでね遊ばすことができるっていう感じですね。これちなみに乗せると当たるのかな、まあ、当たるのか。なるほど、あ、当たらないのかな。あ、遠心力で避けることも、まあ、できなくはないって感じでしょうか。あ、これはすごいわ、気持ちいい。ほら、でブンブンを乗せてあげて、はい、ルイジさんこっちつけてあげる。はい、ちなみになんですけど、マリオとルイジ乗せてあげて、はい、動かしてあげるとこんな感じ、まあ、グラグラして落としてあげるって感じでしょうか。はい、そしてこちらの回転装置、パッケージを見る感じだと、はい、こういう感じでも遊ぶことができるみたいですね。はい、ブンブンを乗せてあげる。その他にも、はい、ちゃんとポッチがあるっていうことなので、はい、ポッチをしっかりつけてあげて、バーコードを読み込ませてあげると、ほらこんな感じですね。おお、これは気持ちいい、すごいですね。ほらほら、目が回る回る回ると思ったら回らない。これのせいじゃ回らない。思いっきり振らないと目は回らない。ちなみに振りまくると、ほら目が回る。マリオと一緒。はい、ちなみに置いてあげても少し時間を待つと寝てくれますね、ルイジさん。はい、まずはねパッケージ通り並べていきましょうか。ちょっと僕自分で考えて作るってことがねできないんで、まあ、パッケージ通りならできるんで、はい、パッケージ通り並べていきましょう。コースが完成したのでちょっと遊んでいきましょう。まずはウォーミングアップでジャンプ、回転で、アプリがありますよね。はい、スタートさせていきます。はい、アプリで読み込んでいってますね。はい、こんにちは、ヨッシー。コイン、コインだけでも貯めときましょうか。あ、タイムが鳴ってしまう。45枚。あの、ちなみになんですけど、僕が知らない間にこのレゴマリオの獲得コインって結構増えたみたいで、他の人の見るとね、もう1000枚超えてるものがゴロゴロあるっていうことなので、まあそれにもねいずれチャレンジしたいかなっていう感じで、はい、アプリを使うとこのような感じでどこで何を何枚取ったかっていうのも出てくれるので、まあ楽しいですよね。それ以外にもいろんな遊び方があって、はい、アプリを開けていくんですけど、はい、ここ押すと、はい、あのこういったねプレイチャレンジ、宝探しだったり、はい、テリーさんに気をつけて、さらに協力プレイとか、それだけじゃないんですよね。今後も新しいチャレンジがどんどん登場って書いてるので、新しい要素がどんどん追加されていくっていう感じになってますね。はい、そしてこのまま遊んでもいいんですけどね、やっぱり協力プレイって気になりますよね。はい、ということで協力プレイ、はい、マリオさんもね、追加していきましょう。はい、Bluetooth ボタンを押してあげて、はい、レゴマリオ、はい、これでリンクが間もなく完成するはずですね。どうだろう、はい、これで協力プレイができますね。いや、協力プレイ基本動作っていうのがねしっかりあって、まあ、これちょっと把握はまだしてないんですけど、このような感じでね、いろんな動作があるっていう感じですね。はい、続いて協力プレイしていきましょう。まず基本動作から確認していきます。一緒に動かす。はい、まず歩かせます。すると胸の方にガッツポーズが出るんですよね。親指を立てたポーズ、
よく見とってくださいね。ほら、わかりましたかね。はい、続いて、はい、回転してももちろん、はい、胸に同じマークが出るようになってますね。はい、その他にもね、敵を一緒にやっつけても、はい、ブンブンも同じですね。ブンブンだろうがなんだろうが、ほら、協力してますよね。あとこれだけじゃなくて足場でも連動してるんですよね。まあ、例えばなんですけど、はい、こちらの回転する装置、こちらマリオをつけていって、はい、こちらこうですね。これでもね、ほら連動するんですよ。だから一緒に動かすと連動してくれるみたいですね。はい、最後なんですけど、はい、はい、これでもね、チームプレイができますね。はい、じゃあ最後協力プレイで遊んでから終わりたいなと思います。スタート。